川ダムは、大阪府見の大市、一級河川、淀川水系あまり野川に建設が進められていたダム計画である。国土交通省近畿地方整備局が事業主体であった特定多目的ダムであまり野川が合流する稲川の治水と水質汚濁が進む下流域の水質改善及び大阪市など、 稲川沿岸自治体への上水道供給を目的に1980年により事業が進められていた。だが近年の公共事業見直しの風潮の中で2005年に国土交通省河川局の諮問機関である淀川水系流域委員会より中止が妥当とする答申が出されしばらく凍結していたが2008年の財務省予算計上が見送られたことにより 事業の継続が困難となって休止が決定したダム事業である。戦前より稲川下水統制事業として総合開発が進められていた稲川であるが、本流には当初稲川ダムが計画されていたものの1941年に戦争で事業中止となり戦後立ち消えとなった。昭和30年代以降人口が増加の一図をたどった稲川流域には治水。 利水の観点からすでに1983年、水資源開発公団によって、淀川水系水資源開発基本計画に基づく、一子ダムが、支流の一子大路地川に建設されていた。一方、稲川流域は、大阪市のベッドタウンとして人口が密集、洪水の危険性が一子ダム完成以後も増大した。しかし、堤防の建設や川幅の拡張は、 多数の家屋移転や道路、鉄道の橋梁を掛け替えが予測され、保証費や工事費が莫大なものとなるためもはや不可能に、近く同等の効果が期待され、かつ比較的総工費を抑制できるダムによる洪水調節しか治水の選択肢がなかった。その上に、上水道の需要はさらに高まる一方で人口の密集による下水道整備の遅れから、 稲川の水質は極端に悪化。全国でも屈指の水質汚濁が進む河川となった。このため稲川の治水と水質汚濁の改善、さらに大阪市など沿岸自治体の浄水道新規供給を目的に新たなるダム計画が検討された。しかし、稲川本流は人家が密集して、ダム建設は堤防建設や川幅拡張と同様の理由で、 不可能であり、予備調査の結果未納死を流れる支流のあまり、野川が着目され当時の建設省近畿地方建設局は特定多目的ダム建設を1980年により計画した。これがあまり野川ダムである。よ、野川ダムは高さ79.0メートルの重力式コンクリートダムとして計画され、水門が存在しない自然腰流型の洪水破棄を10問。 備えたダムであった。目的は一つが、ダム地点から淀川合流点の天ヶ崎までの洪水調節で、ダム地点で計画降水流量毎秒三百三十トンの、内毎秒三百二十トンをカットし、残り毎秒十トンを下流に流す。そして一個ダムと連携した治水で、川西淀の基準点で、毎秒三千五百トンの洪水を毎秒千二百トンカットし、下流には、 毎秒2300トンに水量を抑制する。二つ目は河川浄化である。稲川は水質汚濁が激しい河川であったが、一定量放流し流氷を改善することで下流で滞留する汚水をウォッシュアウトし水質汚濁を改善する。この方法はすでに東京都の隅田川において、利根川上流ダム群の放流水を 利根大関から荒川経由で隅田川へ流すことで、最大 40ppm の汚染が午後8時まで改善した実績がある。これを稲川にも援用し、ダムから導水した水を、下流の水質改善施設に送水して、稲川下流に正常なあまり野川の下水を放流することで、稲川の深刻な水質汚濁を改善しようとした。三つ目は、上水道供給であり、大阪市、 浜崎市、豊中市、池田市、伊丹市、川西市の6市に着いた治療で10万トンの水道用水を供給する。この3目的をもって計画が進められていた。こうして計画が進められていたが、2005年に国土交通省の諮問機関である、淀川水系流域委員会があまり、野川ダムをはじめとする淀川水系で建設が予定されている事業について、 全面的に中止するのが望ましいという答申を発表した。これは1990年代以降全国で行われている公共事業再検討の一つとして、淀川水系で建設が計画されているご事業の建設の是非について委員会が検討するというものである。議論の結果先日の答申がなされ、これを受けて国土交通省はあまり、 野川ダムについて大戸川ダムと共に建設中止の意向を示した。ところが、下流樹液地の流域自治体から答申について反対意見が相次ぎ、当初通り余り、野川ダムの早期着工、完成を求める要望が多く出された。この地元の抵抗を受けた国土交通省は最終結論を保留し、事業は当面凍結するとして、付け替え道路のみの工事を継続。 2006年に財務省予算外産要求でも5億円の予算が組まれた。当時滋賀県知事の片幸子がダム凍結宣言を出したこともあって、ダム事業についてその後の推移が注目されていたが、2007年の淀川水系流域委員会第二次投申において、ニュー、川上、天ヶ瀬再開発の容認と大戸川ダムの穴空きダム化が投申された。しかしあまり、 野川ダムのみは中止の答申が下され、2008年、ついに国土交通省は、財務省予算外産要求からあまり、野川ダム事業を取り下げ、事業中止の方向性が決定した。今後は、河川法に基づいて、中止、廃止した河川工作物への対応に沿って、建設前の現状復帰工事が行われた後、29年に及んだあまり、野川ダム建設事業は幕を閉じる。 淀川水系では、鴨川ダム、わずかダム、カ内原発電所下部調整地、南丹ダムに次ぐ中止したダム事業となった。ありがとうございます。